兄ちゃん。姉ちゃん、あんたほんまにブサイクじゃの。やめてって。じゃけど、父はなかなかのもんじゃ。いいよ。どう？うちはそんなんじゃ。脱げや。なあ。反撃。客に向かってよう手出したもんじゃの。おお！オードラーみたいなチンピラ、なんぼでも海に沈めてる。うっせえ。お前らいい加減にしろ。損口の聞き方は何だ。おう、なんじゃい。本店は今取り込み中じゃけ帰れ。回り右じゃ。おお、お、なんじゃ悪い。お前らと同じこの店の客だ。はあ、俺もせっかく楽しもうと思ってきたんだ。もう少し行儀よくしてもらえねえか。おっさん、よそもんじゃろ。何も知らんのに格好つけてからに。わしらの行儀がなんじゃい。はあ、またあのおっさん。あれ、さっき頭が兄貴とか言うとった。おう、このおっさんがわしらに行儀を教えてくれるらしいで。ほいじゃが、その前にこの町の流儀を教えちゃろうかいの。離れてろ、もう大丈夫だ。よっしゃ、やったれ。じゃあ、あの人は。いやー、さすが桐生の兄貴じゃ。お見事、大統領じゃ。ずいぶんのんびり来やがったな、南雲。わしが仇の客殴るわけにはいかんですけ。堪忍してつかさい。おう、松永、お前大丈夫か。いや、心配したんで。よかったの。荒くれどもは桐生の兄貴が追っ払ってくれたんじゃ。よう礼を言うとけ。桐生、踊れ、夜勤時の。ああ、もうええ、松永。今人はわしの兄貴になったんじゃ。組の事務所にも出入りするけ、お前らもこれからはそのつもりでいろやな。何言うとるんですか頭。そがーな話ないでしょ。勝手に何やっとるんですか。バカだれ。昨日の敵は今日の兄貴じゃ。機嫌ようせえ。それともわしの言うことが危険ちゅうんか。おいじゃったらわしらの立場はどうなるんの。昼間、頭がこいつに喧嘩ふっかけたのに付き合わされたんで。
それを組の頭にコロコロ態度変えられちゃわしらついていけんでしょうが。この恩知らずが誰が今お前を助けてくれたと思うとるんじゃ。桐生の兄貴がおらんかったら踊れらどが穴見に追うとったかわからんで。お？ここはわしの店ですけ、余計な口挟まんで使わさ。何がわしの店じゃ。わしが踊れに任せてやっとるだけじゃろうが。それにの、さっきの客の中に造船所のもんもおったろ。あいつらに手出すのはご法度じゃ言うとろうが、連中がその気になったらわしらの組あっちゅう間に潰されるぞ。あ？それでおやっさんに顔向けできるんか。あの頭。あ？ちょっと兄貴、どこ行かれるんで。紹介がまだ済んどりませんが。スナック清美に子供を預けたきりなんでな。悪いがもう行かせてもらう。ああ、じゃったらまた明日事務所に顔を出して使わさい。いつまでも待っとりますけ、兄貴の都合のええ時に。ああ、そうだな。兄貴、お疲れでした。どうか気ぃつけて。情けねえな。まったくじゃ。